屋で鍵をかけるなんかの話があったんですよ。なんだろうな。もう終わってました。かかってると、なんか、そういう感じがあるよね。なんか、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 平時代は合わせたんで。30代は結構いいね。30代は合わせたんで。本当。聞くといいんですよね、やっぱり、ね。そう、あんま、ね、あんま聞いてない。聞いてるけど、そんなにいっぱい聞いてない。アルバム揃えてるとかじゃないんだけど。オエシス超なんだですね、これは前のタッチみんな歌いたい、みんな歌いたい、もっと頑張ります。オエシス人気です、ツイキャスで。サビだけね。結構ね、語呂がね、良くて、日本人でもね、
ちゃう感じ。たまってくるんだよね。シュッ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 やってるとね、失敗しちゃうの。シュッ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 シそうだよね。そういう意見も含めてご意見を求めております。これ自分の曲で自分で言ってカーペンターズは何だっけ。何だっけ。マルデカーペンターズじゃない。歌詞は、ゆきさおりさんの夜明けのスキャットをかなりインスパイアしてる。なるほどね。大事大事大事。パクリではありません。引用引用。いやいや、先週もなんか、はい、ね、一月ほど前から曲を書いてみようと思いになって、大丈夫、それで、つうかね、ここで皆さんが来るじゃないですか、クラブさんたちで、まあ、いつかやる自分で曲を書いてやりたいなと思ったんだけど、まあ、とりあえず何でもいいからね。画角をいっぱい量産して やっていくうちにいいのができるんじゃないかと思ってやり始めてみました。おしゃれです。 ね、ありがとうございます。おしゃれだ。今年50歳になるなるね。50歳デビュー。ここ生まれ、ここまで、ここ生まれ、ここ生まれ、ここ50歳。そういうことです、ね、さっきのトラさんの話ね、出ましたけどね、もうトラさん大好きで、うん、2作目だったかな、あの散歩先生っていうね、遠野英二郎さんが、うんうん、昔の小学校だかの頃のね、トラさんの先生役でね、それで娘さん佐藤上さんだったかな、まあ、とにかくなんかね、久しぶりにトラさんが帰ってきて、で先生と飲んでますよ。それでなんか先生がね、これはもうね、ちょっとばかりは頭がいいからってずるいことをやって、なんか張り込んでやって、いや違う、僕は許せないんだっていうような、そういうことをね、散歩先生が言うんですよ。はいはいはい。いやー、いいセリフだなと思って、まあ、感想がね、あんすけどね。これからやる曲とは全く関係ありません。さあ、トラさんが好きだと。
この間、初めて作った曲やったんですけど、キーの設定を間違えて、知って、今日ちょっとやり直してきました。はい、やり直してきたんですけど、ちょっと自分で作った曲に高くて歌えないという、ね。そうなんだ。うん、で、カポで調節するにも、ちょうどよくするには10カポぐらいに。それは弾けない。俺はね、やり方はあるわ。チューニング落とすっていう。あ、そうそうそう。だけどこれショートスケールだから、チューニングね、半音でも落とすと、デロンデロンになっちゃうんだよ。あ、そっかそっか。なら、やってみたの。やったんだ。そうだよね。声が出すっていうことで、声が出ないんで、ごまかします。雨の日。
好きなタイプの好きなタイプの歌って来てますよ。マジでマジですマジですよ。なんとなんと髪型がかっこいいって言ってる。50歳には見えない。結構見たことあるから。すごい。ギターはやりたくないみたいな。ありがとうございます。そして来たぜ。来たね。